はい皆さんこんにちは今日はですねビッグプレゼントっていう題でお話をいたしますま最近あのビッグボスっていうですね言葉はよく聞きますけどもビッグボスではなくてビッグプレゼント非常に大きな贈り物っていうね題でお話をしたいと思います今世の中がですね便利になってきまして私たちはですねそれによって え生活が潤っていますよね本当に便利になりましたですねしかし一方でですねその便利なものを悪用した犯罪っていうのも少なくないですよね、えー、迷惑メールなどがですねその便利なものを悪用したですねまあ、典型的な例だと思いますね、まあ、私のところにもですね時々ですけども、まあ、外国のある方がですねお亡くなりになって えー、莫大な財産を残して、それをあなたに差し上げますよっていうですね、そんなあのメールが来ますようですね。えー、でもまあそうそういったものはですね、もう最初から詐欺メールだっていうことで分かってますのでですね、えー、まあ応答はあいたしません、えー。ある方がですね、あのー、そういったあこのメールに対して、えー、どういったこの 手口なのかということで,ですね。わざとこの応答した方があるそあるそうですね、えー。その方があの電話するとあの代金を送りますってことですね。じゃあ送ってくださいって言とまず手数料を送ってくだされば、えー、大金は送ります。いやあの手数料よりもまず先に大金を送れば手数料払いますね。でもね、えー、結局はあの手数料本当に払ってしまうとあと連絡が来なくなるわけですよね。 えまあえー、皆さんですねそういった詐欺メールに引っかからないようにです、ね、気をつけていただきたいと思いますけれども、えー、ついあの最近ですけれどもこの聞いた話でありますけれどもですねこれはあの詐欺ではない話ですけれども本当の話ですねあるアメリカの女性がですねキリスト教関連の団体に長く勤めておられた方がですねそこを退職されて でまあ、あ,のあとはあの自分帰ってですねアメリカに帰ってそして、えー、アパートに入って、えー、過ごそうとしてそして、えー、申し込みをしたそうですところが、えー、この抽選に漏れてしまってですねアパートに入れないっていとうことだったんですね、まあ、しかしこの彼女はにはですね数ヶ月前にお母様がお亡くなりになってそのお母様からお母様の遺産が あってですねその遺産をいいたただけるっていう話が来そはですねほんに大金であのちょうどそのお家を一軒買えるほどのですね、えー、このものだったということですねそれ聞いてああよかったなーってですね、まあ、思ったわけでありますけども、まあ、ここでですねあのちょっとまあ空想的なあの話になりますけども、えー、先ほどの詐欺メールではありませんけどもですねもし 仮に本当にですね私たちにそういった大金が入ってくるっていうですね話が来たら私たちどうしますかね、えー、例えばあの10億円といたしましょう10億円あなたに差し上げます、ね、そしたら、えー、どうしますかまあ私だったらね素直にいただきますただ気をつけなければならないのは次の年にですね、えー、税金払わなくてはなりませんから、えー、ある金額を 超え,た超えたらですねね、えー、最大55の税金を払うことはありません、ね、だからあーその55%は翌年の,あの税金に取っておいてその残りをあのどうやって使うかということを考えればいいわけですよね。でも残り分だけでもですねすごいわけですからまあそんなことをですね、えー、この考えるとちょっとまあ,あの楽しい気分というかですね面白いなと。 と思いますよねでもですね皆さんいいですか、えー、聖書をですねあの見る時に本当にものすごいことが書いてあるわけですよね。今話した十億円どころではなくてこの世界を創造してくださった誠の神様の一人語イエス・キリストを信じて従っていくその先にあるものはですね第一番目に 喜びと安心そして第2番目に莫大な富、ね、10億円どころではないですよねそして第3番目にそれらのものに伴う永遠の命死なない永遠の命ですよねヨハネの福音書の7章の37節から38節を見ますとですね、えー イエス様がこう言われました誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるイエス様を信じた時からですね喜びと安心が始まりますねそしてイエス様を信じると神様の子供とされます 神様の子供とされた人にはですねローマ8章の17節にこう書いてありますね「もし子供であるなら相続人でもあります私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります」書いてあるんですね。 この世界を創造したですねまことの神様の一人子イエス様と共にですね共同相続するということはですねどれだけの富,富を一緒にイエス様と所有するかっていうことなんですね。ここれは本当にすすごいいとなんですねそそしてそういった 喜びと平安と富それらのものが伴って永遠の命があるわけです。ヨハネの11章25節ではですねイエス様は言われました「私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのです」と書いてありますね。皆さんイエス・キリストはですね何の罪もないのに 十字架で死んでそして葬られて3日目に復活して今も天の父なる神様の右の座に座しておられ力強く生きておられますそしてイエス様がですね十字架におかかりになったのは私たちの罪をその身に負うためですそもそもですね神様を信じない 神様を無視して生きることがですね、罪なんですね。罪のない人は一人もいません。私たちは創造主であるところの誠の神様を認めて、そして神様のもとから来てくださった、救い主となって来てくださったイエス様を信じて、この方とともに生きる、ね。そして私たち人間のですね、本来の生きる目的は、この神様の 栄光を表して生きることなんですよねそしてその先にはものすごい永遠の命喜びと安心とそしてさらに莫大な富をですね伴う誠の命永遠の命があるわけです。ですから皆さんね信じてまいりましょう。 皆さんこんにちは堺中央キリスト教会牧師の杉隆夫と言いますもう2年近くコロナ禍が続いておりますコロナ自粛がこんなにも長くなりますともう大概で疲れてまいります、えー、まあ、しかも終わりの見えない中ではそれはなおさらですねウイルスとの戦いに限らず短期決戦であれば何とか耐え忍ぶことができるんですけども 長期戦になりますと、まあ、だんだんと疲れてくるものです。まあ、何事も継続するということは簡単ではありません。これは信仰生活にも大いに言えることであります。クイシャン生活は、罪との戦いという側面があります。クイシャン生活は喜びの生活なんですけども、それは何の問題もない気楽な生活ということではなくて、もちろん祝福は大きいんですけども、 信仰ゆえのの苦難というものを経験しななければなりまかし、まあ、それはクリスチャンとしてこう神様の前に経験に誠実に生きようとする人たちが直面する特有の苦難であり必然的な試練であると言えるんですね。まあ、それでも私たちは神様を愛するがゆえに果敢に戦っていくんですけども。 まあ、だんだんと疲れてくるというのも事実です。それで中にはですね。もう走るのをやめたり、戦うのをやめたりしてしまう。そういう人も出てきます。あ、それが本日の聖書の御言葉の背景でありまして、この手紙を受け取った人たちが直面していた状況なんですけれどもまあ、これは私たちにも大いに当てはまることではないでしょうか？これから3回に分けて。 ヘブル人への手紙十二章の一節から十七節の箇所から学んでまいりますそれでは一節の御言葉をお読みいたしますこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか こういうわけでとは前の11章に描写されておりました信仰の勇士たちの生き様を指しております彼らは信仰に生きた人たちでありました決して完全無欠な人であったというわけではなくま様々な弱さや問題も抱えておりましたし大きな失敗も経験しておりましたしかしそれでも神様を信頼し 最後まで神様に従い続けました。神様は信仰によって信仰によって生きた人として彼らを認めておられます。この御言葉の箇所は古代の円形競技場の観客席からこれらの信仰の先人たちがですね現代の信仰者たちにエールを送っているそういうシーンを思い浮かべることができます。 まもとも彼らは単なる観客ではなくて信仰者としての生き様を通して私たちに模範を示してくれているんですね彼らは信仰のレースを走り続けそして走り切ったんです彼らはこう,うこういうふうに私たちに言っています私たちがそうであったようにあなた方も一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を 忍耐を持って走り続けなさいまあそういう励ましの言葉を送っているんですねでは一切の重荷とまとわりつく罪とは何でしょうかそこには様々な内容が含まれていると考えられますでもその最たるものは不信仰です人類にとって最も深刻な罪というのは不道徳や不貧困ではありませんもちろんそれは もちろん問題ではありますけれども最も深刻な罪は不信仰なんですねつまり神様を信じないということ信頼しないということです不信仰こそが問題の根源です忍耐をもって信仰のレースを走り続けることを最も困難にするのが不信仰つまり神様を信頼しないということです私たちはまずその罪を捨て去る必要があります 次に2節をお読みいたします信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいこの方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです信仰の先人たち以上に私たちが模範とすべきお方は言うまでもなく信仰の創始者であり完成者であるイエス様です イエス様はいかなる状況に置かれても、父なる神様を信頼し続けられました。イエス様は信仰の生涯を完全に全うされたんですけども、それは私たちをそのような人生に招くためです。イエス様の信仰の足跡に習うという生き方こそがクリスチャン信仰そのものであると言えるんですけども、時々そうではないキリスト教信仰を目にすることがあります。 それは人間の利益や欲望に深く結びついた異質のキリスト教ですイエス様は神様の栄光の輝きでありまた神様の本質の完全な現れであるお方でありました至高のお方であり最も高いところにおられたお方ですそのお方が地に下られました地に下られただけではなくて栄光に満ちた御子は罪のあがらいのために低くされ あざけられ罵られ苦しみを受け十字架で死なれましたしかしイエス様は死からよみがえり神の御座の右にある勝利の座に着座されたのでありますこの手紙の受け取り人であるクリスチャンたちは様々な苦難や迫害により疲れていましたそれで彼らは十字架なしの福音犠牲なしの贖い 痛みなしの信仰を切望したんです要するに自分を捨て十字架を追い従ってきなさいという部分が欠落した信仰ですそういうことで平穏な日常生活がかき乱されることを望まず安らぎや喜びや自己満足だけがある生活を求めました私たちの信じる主は苦難の道を歩まれ 十字架に死なれたお方でありますが死からよみがえり天に上げられ神様の栄光の御座におられる勝利の主ですイエス様に従う者たちは信仰ゆえの苦難や犠牲を経験しなければならないんですけどもそれは主の御足跡に従っているのでありその先には高く上げられた勝利の主がおられます その方を見上げることができるんですねイエス様は十字架を忍ばれたからこそ勝利を得ることができたのでありますイエス様に従う人たちは二つの神学を握っていなければなりません一つは栄光の神学ですそこでは神様の偉大な力や身業を経験することができますもう一つは十字架の神学です それは逆風の中を歩まされます信仰ゆえの苦しみや忍耐を経験しなければなりません栄光の神学と十字架の神学この二つは切り離すことができませんこの二つをしっかりと理解し握っていなければならないんですけども栄光の神学は受け止められても十字架の神学は受け入れがたいものですしかし十字架抜きに栄光はありません 十字架の苦しみを経験された主の見足跡に従うという煩わしいことは避けてただ高く上げられた栄光の主だけを見上げて生きるということはできないのでありますそれは異質のキリスト教を生み出します私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス様をご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び 神の御座の右に着座されたそのイエス様を見上げなければなりませんそれでは最後に3節をお読みして本日の説教を閉じさせていただきますあなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさいあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないように するためです こんにちは東京都足立区にございます神の家族主イエスキリスト教会牧師の田島実です今日は創世紀22章1節から3節を通して即断をする信仰すぐに決断をするという御言葉に対する応答の姿勢です聖書をお読みいたします これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れて、森の家の地に行き行きなさい。 そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を禅焼の捧げ者として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは禅焼の捧げ者のための焚き着を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。 え皆さんもここのの聖書箇所はご存知のととろだと思います、えー、映画の中にはですねこのアブラハムがイサクの封建について神様から語られた時に悩んで苦しんでそしてそれがこう長い時間のように経過しているそういう姿を見ることがあります。しかしか聖書には 悩んでいる姿やまたあ苦しんでいる様子はそんなに書かれていないのです。これを否定するわけではありません。自分の子供を捧げなさいと言われたら誰でも悩むでしょう。また悲しんだり神様を疑ったりいろんなことの感情が湧き起こると思うのです。しかしか今日を見ていただく そのの聖書箇所の中で3節翌朝早くこの翌朝早くアブラハムは出かけたというふうに記されているのですこの翌朝早くというのがアブラハムの信仰の姿勢また神様に対する服従の姿勢が見られるのですなぜこのように 翌朝早くアブラハムは従っていったのでしょうかもう少し言うならば、なぜこれほど無謀ともいえる神様の声に従ったのでしょうかいつも私はこの聖書の箇所を見るたびに悩み、また、あこんなことを神様はするんだろうかと疑ったりすることがあります。しかしかこの 箇所について新約聖書のヘブル人への手紙11章17節から19節を見ますと、アブラハムの信仰について解説が書かれています。ヘブル人への手紙11章の17節から19節をお読みいたします。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを 捧げました約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えましたこのようにアブラハムはイサクがたとえ捧げられて 死んだとしてもよみがえることができると彼は信じたのですこの信仰はなぜ起こされたのか復活のことについて神様はおっしゃったんでしょうか決してそうではありませんしかし彼は一つのことに目を留めていたのだと思うんですそれが18節にあるように イサクにあってあなたの子孫が起こされる神様は約束に従ってイサクをアブラハムに与えましたそしてそのイサクから死死孫損が生まれ大勢の民となりまた祝福となるという約束を与えてくださいましたもしこのイサクが命を落とすことになるならば 神様の約束は果たされなくなくるののです神様の約束が必ず果たされると信じているからたとえイサクの命が死したとしてもよみがえらせることができると信じたのはイサクが必ず生きそして子孫を持つその神様の言葉に従った信じたゆえであるということを私たちは見るのです。 その故で,ですね。アブラハムはもちろん悩んだと思いますけども、神のそのご計画と神の御言葉を信じて、そして。家を出て守谷の山へと向かっていったんです。その守谷の山へ向かっていく姿をもう一度見ていきたいと思うんです。創世記22章の3節です。 創世紀22章3節にはこのように書かれています。翌朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ2人の若い者と一緒に息子イサクを連れていった。アブラハムは禅唱の捧げ物のため,にためのたき木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。 彼はしもべたちを連れ遺作を連れ焚きぎを割ってそして神様が示されたその場所へまさに神様が語られた通りに従っていくのです。私たちこの信仰に習っていくときに二つのことが分かります。一つは神様の約束を 疑わないということです。このことをいつも私たちは心に留めてまいりましょう。もう一つは、神様の御言葉通りに従っていく。それも即時に従っていく。迷っている、またああ神様を疑っている時間が長くは長くなるほど、私たちはその信仰がですね。 なかなか発揮できなくなります。そういう意味で御言葉が語られたらすぐに私たちは従っていこうそのような姿勢を持ち続ける必要があるわけです。すなわち即断するにあたって私たちはいつも神様の御言葉に従ってそういう準備をしていくということですね。いつも私たたちは語られときに 従っていこうそのような準備をする時に即断ができるんだと私は推測します。是非皆ささんもチャレンジしてみてみください日曜日ごとに語られる御言葉ばを私たちは受け取ってそれに従っていこう日ごとに読んでいく聖書を見てその御言葉ばに従っていこうまず決断から始めそしてその道をしっかりと歩んで いただきたいと思いますそこには必ず神様の祝福があると信じていますそうですアブラハムはこの遺作封建を通して完全な祝福を約束されました彼はその約束を手に入れなかったとしてもでも祝福神様の祝福にあることには間違いありません彼の信仰は称賛されたと このヘブティトの手紙の11章にも書かれてありますように私たちもですねこの信仰を持って神様からの祝福を受け取ってまいりたいと思います。 皆様、まご機嫌いかがでしょうか私は高倉チャペルの牧師で野中と申します今日もまた御言葉から学んでいきたいと思います今日の箇所はマタイの福音書の25章14節から30節までですお読みいたします天の御国は下べたちを呼んで自分の財産を預け旅に出て行く人のようです彼は おのおのその能力に応じて一人には5タラント一人には二タラントもう一人には1タラントを渡しそれから旅に出かけた5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラント儲けた同様に二タラント預かった者もさらに二タラントもけたところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘って そのの主人の金を隠したさてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと生産をしたするとごたらんと預かった者が来てもうごたらんとを差し出していったご主人様私は私にごたらんと預けてくださいましたがご覧ください私はさらにごたらんと設けましたその主人は彼に言ったよくやった。 よい忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう主人の喜びを共に喜んでくれ似たなんとの者ものも着て行ったご主人様私は似たなんと預かりましたがご覧くださいさらに似たなんと儲けましたその主人は彼に言ったよくやったよい忠実なしもべだ あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが一タルント預かっていたものを来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一タラントを地の中に隠しておきました。 さああどうぞこれがあなたのものもですところが主人は彼に答えて言った悪い怠け者のしもべだ私がまかないところから借り取り散らさないところから集めることを知っていたというのかだったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだったそうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのだだからそのタラントを 彼から取り上げて、それを十と持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり。持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いてはぎしりするのです。えー、まあ、今日のですね、箇所はこの天の御国についての例え話ですけれども。 この話は前章の24章ですねこの世の終わりに起こることが書かれた後とにで書かれたことですのでまあ終末まであ,あとわずかと言われるですね今のこの時代に語られたものと言える,言えると思います。で神様は私たち一人一人にこのタラントを与えてくださいました。でこのタラントは あの才能とか能力という言葉の語源ですけども、まあ、今はまあタレントというか芸能人一般を指すすなな言葉にもなっていますで、えー、当時のタレントというのは6,000出ないですねであの1出ないが1日分の給料ですから、えーまあ、6,000日分の日当、まあ、年に合わせれば約16年分の年収ということで、まあ、今の金額に換算すれば、まあ、およそ6,000万ぐらいになると。 かなりの額のもの額もですねで私たちの,その持っている能力というのは、まあ、人によってそれぞれ違いますから、えー、5タラントを与えられた人もいれば2タラントまたね1タラント与えられた人もいます。しかし1タラントといってもね6,000万ですから、まあ、決して少ない額ではなかったと思います。そして神様はそこで、えー、商売をしなさいと言われたんですね。 で私たちはこのイエス様を信じたことによってねどれだけたくさんのものを頂い,いているでしょうかってうふうです。神様から平安を与えられですねそして永遠の命を与えられそして助け主であるこの精霊さも与えられているんですねでそれだけじゃなくてこの神の武具であるこの御言葉の剣とかあるいは信仰の大盾とか、まあ、救いの兜また正義の胸当てとかねいろんなそういう武具も与えられている。 しかもこの祈りというですね戦いの方法というのもこう教えられているわけですね。で本当にこの救われるその素晴らしいものをね与えられているわけです。今私が救われる前というのはね何か結局自分の力で生きて自分の力で戦わなければならなかったんですね。で、えー、そういうことが見たらですね本当にこの 救われた今はも,うもっと大きな視野でですね神様から与えられたそのタラントを持ってです、ね、生,き生きていくことができる商売をするというのはねそのタラントをこう生かして生きることだとだから私たちはこう自分の力の2倍というかねの人生を生きることができるんだという、ね、ことを考えるともう本当何ていうね祝福なんだろうかとかねなんて喜びだろうかとそういうふうに考えることができます。 ですぐにとはいかないんですけども、えーまあ、それだけ大きな伸びしろがあるという,、ね、いうことはこれものすごいね素晴らしいことだと思うんですね。えー、そしてこの神様から与えられたた物ものを生かしてです、ね、歩んだ結果はどうなるのかそれはもう神様からですね「よくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう」というね <laughs> 主人の喜びを共にしてくれっていうね本当に最高の褒め言葉を頂くことができるっていうねこれはもう本当にクリスチャンの人生の本当に最高の喜びだと思うんですねただそうでない人がいるというのはね本当に残念なことだと思うんですでそれはもう神様から頂い,いたものを地中に隠してですね自分の力で生きる人のことですね、まあ、理由はあなたはまかないところから刈り取り 散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました、ね、ということは、まあ、え窮屈な教えでがんじがらめにし出したくないお金をむしり取っていく、まあ、ひどい方だと、ね、言うならそういう言葉ですけどでここで,です、ね、考えてほしいのは八、まあ、章ヨハネの福音書の「8章三十二節」では「あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」とあるんですね。で私は信仰によって この罪の罪目んですかそういうものから解放されて本当に自由になったと思うんですけども、まあ、そうでないと感じ,たわけです、ね、感じてる人もいるということですねまたもう一つは別の箇所ではあのヨハネの福音書の7章の38節とありますけども「私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底からです、ね、生ける水の川が流れ出るようになる」って書いてあるんですね。で乾いた 本当に生きることに乾いたその心にですねその生きる水が流れ込んでくるというその喜びを知った時にですね本当にこうすごいああかったと思うんですけども、えー、そうでないと考える人もいるんだということ、ねえー、がこう教えられます。でしかしですね私も考えるんですけども長い信仰生活をしていくとですねやっぱりこう振り返ってそういうことを振り返ってみると まあ信仰の喜びが感じられなくなったりあるいは聖書の教えをこう窮屈に覆ったりねあるいはこう献金を重く感じるってこともあったんですね。それは何かやっぱりこうマンネリ化っていうんですかそういうものが入ってですねそしてえ捉えられてしまったことですけどもまあそれもみんなですね誰にも起こり得ることじゃないかなと思うんですね。 でその時主は言われるんじゃああなたのタラントを銀行に預けなさいと確かに自分が前面に立って出て奉仕するとかその伝道するとかそういうことはできなかったとしてもですね、まあ、喜べでもなったとしても今度そういう伝道や集会をしている働いている人たちを今度は後方で助けてあげなさいとそしてそのですね助けることを通してこの喜びを知り そしてまた自分に働いたそのタラントを少しでもこう役立てていくようにねそういう働きをしていきなさいということを神様は言われてるんですね。でそうでないと神様はこの神様の恵みから引き離されようとする力というのがますますこう強くなってきてついにはこう持っている救いすらも失ってしまうという,ねいうことが起こってくる。そうなるとまあ外の暗闇に <laughs> えー、まあついにはですねこう持っている救いも失ってしまうまた外の暗闇に放り出されて激しいするというねそういう悲しいことが起こってくるというだから注意しなさいいいよとととうことを、えー、言われていると思うんですで実際にですね、まあ、世の終わりが近づくと、まあ、サタンの働きも強くなってきますし私たちをこの神様ら引き離そうとするねそういういろいろなことが起こってくるんですね。 それだけに私たちはこの神様から与えられたタラントをです、ね、今本当に生かしていくそしてこの喜びで人生を送っていくというねそういうことを本当にこ目指さなくちゃいけないなということを改めてこの教えられたものです是非、はい、このタラントの教えをです、ね、皆様の心にね留めておいてほしいと思います こんにちは2022年の祝福が皆様にありますように信玄の16章に白川栄光の冠という言葉があります年を取ることは記憶力が悪くなったり節々が痛くなったりもありますが建物のように新しい建物ばかりがいいわけじゃない傷ついたり汚れたり。 年を重ねて年輪のようですこの年の祝福のために私たちの柱についてそれは神様に召されてこそ生きるということでお話し,しますエペソ人への手紙4章1節読みますさて主にある囚人の私はあなた方に勧めますあなた方は ささされたその召しにふさわしく歩みなさい皆さんこれを書いたパウロの人生は、えー、現在のシリアの国のダマスコにキリスト教徒を迫害するために心を燃やしていた時に復活のイエスが現れて「え生きておられたんですか?」ってイエス様は言いました「サウロサウロ」。 棘のついた棒を蹴ることはあなたにとって痛いことだとそのような人生は心が空虚ではないかと見透かされたように3日間目が見えなくなって人生を振り返り彼は突然クリスチャンになりそして選びの器だとお言葉をいただいて」て彼は 異邦人とユダヤ人と王様たちに世界中で伝道する人生に衣替えしたのでしたこれは召されたのですこの召されるという言葉は招待状を受け取るように呼ばれる招かれるということですこの召されるというのはよく職業にも使われて日本語でも天職と言いますが皆さんが母親なのは この子の子母親ははスペアはない「私は召されたんだ」とか「私は教育従事者医療従事者農業従事者」これは好きだからやってるというよりも「神様がやりなさい」と私をお召しになったのだということで教会で奉仕をする時にもどんなことにも適用が可能です。 私たちは震災でドイツ人の女性の宣教師をタッグを組んで今コロナで日本に来れないんですがどうしても来たくて私はその先生を見ているとああこの先生は日本に召されていいるんだなと思います日本でずいぶん話題になりましたがクリスチャンのお医者さん中村哲先生はアフガニスタンを愛しそして テロにあって命を落としましまたが何でも命を落とす直前にどうもテロ情報が流れて危ないからアフガニスタンに戻らない方がいいとそういう指示も受けていたようなんですが何で戻ったかなとパウロではないですがパウロは自分を囚人だと呼んで実際に囚人になっていたしキリストの囚人ということもできるし 中村哲先生も召されたということを大事にしていたんじゃないかなと私は先日「ハゼくらつってずいぶん分昔1616 16年同じ東北の伊達藩現在の宮城県から26名が4年かけてイタリアのバチカンまで旅行して途中次々洗礼を受けていくという本を読みました。 ヨーロッパに消えた侍た侍ち不思議なのは全員日本に戻らなかった餓死して亡くなった人も船で亡くなった人もいますが意図的に残って多分4人から8人スペインのコリアっていう地方で日本式の水田をやって、えー、日本人は日本人 あージャボネと呼ばれたらしいですがその名字をつけた人が今少なくても600人はいるとで彼らは私たちはこの国に残ってキリスト者としてキリシタンとして証しになる生活をしましょうと決意したようです。他方日本に戻ってきた人は迫害に遭うことをものともせずに戻ってきて何人かは えー、で教をしたわけですねどうしてこのような人生なのかなあ,あ召されたんだなと皆さん私たちはそのような迫害の時代に生きているわけではないかもしれないし海外に宣教師になって生きなさいというわけではないかもしれませんが召されていることは事実です召されて生きるんだということを大事にしましょう。 ところで先ほどのパウロは囚人である私はあなた方にも飯を大事にして生きるようにと書いているんですがこれはエペソの教会現在のトルコの西の方ですけれども当時は交通の要所でした。何が起こったかとというと えー、銀座区が盛んな偶像の町だったのでデメテリオという人が暴動を起こしましてガイオとアリスタルコという人は命も危なかったと書かれてパウロはこの,にこの町から追放されてしまったんですね心細いエペソの人たちは指導者もいないそして危ない町だ教会はダメじゃないかと思ったかもしれませんよ けれどもこのエペソ人への手紙を書いて開きませんが一章の四節などではあなた方は天地創造の前からこの世の元居が置かれる前から選ばれていたんだとつまり選び召されたということに立ちなさいとさらに言えばヨハネの黙示録を見ると第二章のところで7つの教会の一等最初がエペソの教会。 最初の愛に立ち帰りなさいとあなた方に期待しているよ使命があるよとえ期待されているんですかその証拠にパウロが追い出されてもキリストの弟子シトヨハネがこの教会で牧会をしまたパウロの分身のような手も手もエペソの教会で牧師さんをしていました。これはとにも直さず あなた方の教会の未来に期待しているよ投資をしているよ皆さん北から南まで日本中のすべての大きい小さい関係なく教会に神様の2022年の期待は並々ならぬものがあります結果論で言うと多分エペソ教会が中心となってサルデスフィラデルフィアスミルナなど他の合計7つの教会を 開拓伝道をしたのではないかと言われているんですね皆さん一人一人の飯もさることながら教会に対する飯これも大事にしましょう実は私たちは原発から5キロの教会で、えー、つい最近、えー、誰でも入っていいですよと解除されました実は今日これから水道を通し電気屋さんと相談しできたら私はいつかそこに住んで 再びその地域の復興のろしを上げて教会の扉を開きたい礼拝再開したいと目論んでいるというか企てているというか神あの荒廃していのししや豚や牛が割歩していた町が地震で壊れた建物が次々なくなって突如として 13年前に建築した私たちの教会がまるで戦艦のように更地の中にどっと姿を現したかに見えたんでした。私は思い出しました戦後すぐ高橋さんという人が一家破産してアメリカに移民してクリスチャンになって戻ってきて戦後荒廃したこの田舎町に教会が必要だ。 教会を中心として学校ができ役場ができアメリカで見た教会中心の村づくり町づくりの未来だというビジョンを描いたんです教会は足払いを喰らい地域は荒廃しましたがもう一度原点の原点に戻ったかなと驚いたんです私たちは2022年新しい心でさらちの上に神様の召しに立って大いに期待して 祝福を祈り求め共に歩んでまいりましょうお祈りしますハレルヤ天皇父なる神様 CGN テレビをご覧の皆様に所属している尊い教会に神様の召しに立った素晴らしい一年間をお供えください祝福しますイエス様のお名前でお祈りしますアーメン